花縛りと妹。徳田さんは、私とほぼ同年代の方であるが、学生時代、悪魔と会話したり、合体させたり、召喚したりする某ゲームに激ハマりしてしまい、それがもとで、神話や伝承に非常に興味を持ってしまった、まさに、 目が天なマニアである。当時は神戸の小学生児童殺害事件の爪痕も深く、ちょっとオカルトめいたことを言ったりやったりしていれば、あいつも第二の酒肥原なんじゃないかと陰口を叩かれた寒い時代であった。だが、徳田さんは、 好きなものは好きだからしょうがないというスタンスを貫き、堂々とオタク少年っぷりを発揮しながら毎日を過ごしていた。私や23話のアガナで紹介した三木原さんとめっぽう話の合う人物である。そんな彼の同級生に石岡くんという 階段児がいた。力士も書くやと言わんばかりの堂々たる体格で。性格は竹を割ったようなサバサバした江戸っ子気質。太っているが女の子にとてもモテていて。言動は明るく楽しく。その実曲がったことが大嫌いという。 特徴的な人物だったという。徳田さんとは真逆の個性を持つ人物。しかし、この石岡君他人には言えない悩みがあった。俺、よく悲しりに会うんだ。 ある日の昼休み、図書室で妖怪図鑑を読んでいた徳田さんに、石岡くんはいきなり深刻そうな顔で話しかけてきたのである。徳田はよくそういう本を読んでるんだってな。相談乗ってくれないか初めて他人に言うことだけど、俺、金縛り体質なんだ。 一週間に少なくとも三回は悲しばりなんだよ。とても困った様子なので、詳しく話を聞いてみると、何でも寝入り花に突然体が動かなくなり、油汗が出てきて気持ちの悪いものの気配をはっきり感じる、という典型的な 金縛り体験を、石岡くんは新学期に入ったくらいから、しょっちゅう体験しているのだ、とのこと。どうも変な病気でもなさそうなのだが、そんなら、やっぱり、例の仕業ということになる。毎日もやもやしていたさなか、 徳田さんがオカルトに詳しいという噂を聞いたので話しかけてみたのだ、と。ええー、そりゃ深刻だな。でもなんで変な病気じゃないってわかるの実は妹がさ。妹うん。俺の妹、 金縛りを起こす奴の正体を当てちゃうんだよ。なんだってだからきっと、霊的なものなんだよな。事の経緯を尋ねると、ちょっとややこしいけど、と、石岡くんは説明を始めた。 石岡くんが金縛りに会う際、いつも目を閉じた状態で体が動かなくなるという。つまり、視覚が完全に遮断された状態での金縛りである。その時、何かの気配だけは強烈に感じる。時には息遣いも聞こえるし、 長い髪のようなものが、頬や足の裏に触れる感覚すら覚えるらしい。でも、それが何者なのかはわからない。目に見えていないから当然である。そしてその翌日、必ず一つ年下の彼の妹が、 不意に話しかけてくるのだ。お兄ちゃん、昨日また金縛りあったね。え、あああ。そいつ、ケムクジラのでっかいワニだよ。足が8本ある。はあある時は、 片目のつぶれた老婆だと言われたこともあるし、ある時は血のように真っ赤な大蛇が巻きついていたとも言われた。とにかく一回一回、その正体は変わっていくのだが、妹はなぜかそれを全部知っていて、わざわざ石岡くんに教えてくれるのである。 その説明には、すこぶる説得力がある。妹から、あれは〇〇だよと言われると、金縛りの時に感じた気配と完璧にシンクロするものを感じるので、なるほど納得と思うのだそうだ。だが問題は、なぜ、特解ひ引っかえ、いろんな化け物に、 自分は金縛り状態にされるのか。そしてなぜ、妹はいちいちそれを知り取って、金縛りを引き起こした者の,の姿まで言い当ててしまうのか。なのである。そういう話、本とかに載ってねえかな。真相が知りたいんだけど。 そんな特殊な金縛り事例、見たことも聞いたこともない。残念ながらわからない。徳田さんは自らの不勉強を石岡くんに謝った。石岡くんは、そうか。そんな特殊な金縛り事例、見たことも聞いたこともない。 残念ながらわからない。徳田さんは自らの不勉強を石岡くんに謝った。石岡くんは、そうか、と小さく呟いたが、すぐに、ま、何かわかったら教えてくれよな。にかっとした笑顔を見せたという。 ところで、本当に心当たりとかないのそんなにひどい霊障だったら思い当たることの一つや二つありそうな気がするけど。うん、それがさ、心当たりってわけじゃないんだけど。普段の妹が関係しているんではないかと言う。 どうしてと聞き返した徳田さんに、金縛りの正体を明かすとき、決まって妹はなんだか申し訳なさそうな顔をしているんだとのこと。あいつが何かやっちまったから、俺が割り食ってんのかもしれない。それは面白くないな。 妹に質問してみたら徳田さんは提案した。だが、石岡くんは黙って首を横に振った。あいつが話したくなったら話してくれるさ。え、でも、そんな悠長な。少なくとも罪悪感みたいなのを感じてるから、 金縛りの正体を毎度毎度俺に教えてくれてるんだろう。あいつなりの罪滅ぼしなんだ。うん。まあ、そういう考え方もできるかな。そんなかわいそうな妹を問い詰めるような真似は俺にはできない。なんていい奴なんだ。 と、徳田さんは本気で感動した。その時、こいつは自分が困っているから、金縛りの原因を知りたかったんじゃなくて、困っている妹を助けたかったから、俺なんかまで頼ってきたんだと直感した。力になれない自分が情けないというと、石岡くんは、 気にすんなよ。俺こそ情けねえよ。と笑って肩を叩いてくれたという。それから約2週間後。よ、徳田いつになく明るい調子で石岡くんは声をかけてきた。 全部解決したよ。心配かけて悪かったな。とだけ彼は言った。俺、もう悲しりにならないんだぜ。よかったよかった。せいせいした。ええー、そりゃよかったな。で、結局何が発端だったんだいえ、うーん、そりゃ、 ちょっと、言えない。妹のプライバシーに関わることだった。ん、そっか。そんならいいよ。聞いて悪かった。ごめんな。いつか言える日が来れば教えてやるからな。だが結局、現在に至るまで、 石岡くんは怪異の原因を語ってくれてはいない。しかしそれでも、この一件のおかげで彼とは未だに親友と呼べる間柄だから、そんな些細なことはどうでもいいと、徳田さんは笑った。 元旦商店街。八十年代も後半に差し掛かった頃の話だという。元旦。のんびりしみじみ。時間だけがいたずらに過ぎてゆく、めでたい一日。 当時高校生だった森本さんは、テレビにもゲームにも飽き果てて、暇を持て余した挙句、何も考えずに外に出てみることにした。<laughs> 正月に出歩くのはあまり良くないぞ。お金は使うな。一年の金遣いが荒くなるから。そんな両親の温かい小言を背中に受け、 とりあえず家を出て近所をブラブラしていた。金を使うなとは言うが、田舎ではコンビニすら珍しかった当時、正月に空いている店などあるわけがない。神社に向かって初詣などという柄でもない。どうしたもんかとぼんやり考え、 そうだ、商店街に行ってみよう、と思い立った。正月は一斉休業になっているはずである。今と違って商店街という場所に活気があった時代だ。白日の下、すべての店が閉まって、 ガラーンとなった様がどのようなものか見てみようじゃないかという魂胆である。そんなわけで行ってみた。おお、と思ったという。本当にすべての店がシャッターを下ろしている。 森本さんの近所の商店街は、お正月以外に一斉休業の日がなく。これは彼も初めて見る光景であった。車通りもないので、堂々と道の真ん中を風を切って歩く。ゴーストタウンに俺一人という風情だ。なんともいい気分。 今考えれば馬鹿みたいだが、当時はただそれだけで無性に楽しかったのだという。これで乾燥した朝鮮あざみでもコロコロ転がってくれば、まるっきり西部劇だなぁと妄想しつつニヤニヤしていた。音が聞こえてきた。 <ス>うーん。んん前方から何かがやってくる。通りのど真ん中を通る自分のちょうど真ん前だ。ずーっと道の向こう側から高いモーター音を響かせながら。 それは目視できる距離まで近寄ってきた。ラジコンカーだった。ラジコン白をメインとしながら赤いラインがカラーリングされたジープタイプのラジコンカーが音も高く向こうの通りから走ってきたのだ。 周囲を見回す。誰もいない。おかしいじゃないか。コントロールしている人間がいないなんて。ラジコンカーは、大口を開けたままの森本さんの周りをギュルンと回り。 また彼の前方へと方向を転換し、商店街の向こう側まで走っていった。モーター音だけが、やけに長く聞こえ続けていた。追ってはいけない気がしたので、追わなかった。 家に帰って今体験したことを家族に話すと、元旦早々外へ出たりするから変なものを見るんですよ、とお母さんから叱られた。お父さんも、縁起が悪い。お祓いに行かなくていいのだろうか、と渋い顔をしている。だが、 おじいちゃんだけが森本さんをかばった。その上で、おい、今からじいちゃんと一緒に神社にでも行かないか、と誘われた。やっぱりお祓いをさせられるのかな、とがっくりきた。神社に着くと、 おじいちゃんは森本さんに、おみくじを引いてみろ、と言った。五回な。五回なんだそれはと思ったが、お金をもらったので、言われた通りに五回、おみくじを引いた。すべてが、 大吉だった。えあまりの出来事に言葉をなくしている中、おじいちゃんは、やっぱりな、はっはっは、と笑った後、はあ、とため息をつき、あれは縁起の悪いもんじゃないよ。むしろその逆だ。 年末ジャンボでも買ってりゃよかったんだがな。わしもあった。あれも元旦だったとおじいちゃんは語った。わしの時には、かっかんの咳が、老咳が治ったさ。 おじいちゃんが見たものは、無論ラジコンカーなどではなく、子犬ほどの大きさのアメウシだったという。森本さんが弾いた大吉のおみくじにはすべて、健康運よろし、風一つひかぬ、と書いてあったが、果たして一年間、 無病息災だったとのことである。霞んだ記憶。猪俣さんにはずっと 正体不明の記憶があるという。記憶の中で自分は学生服を着ており、仲の良かった三人の悪友の姿もあるから、ほぼ間違いなく中学時代のこと、と考えていいのだろうと彼は言う。自分と悪友三人は、 夜も更けた学校の教室の中でひたすら喋っている。気に入らない教師の悪口とか、好きな女の子の話とか、好きな漫画の話とか、ゲームの攻略法の話とか、そんなことをひたすら話した、ような気がするのである。 ような気がする割には、すごく楽しかったという、かっことした感覚が彼にはある。全部が霞がかっている割に、思い出すたびに、ああ、あの頃はよかったなあ、と、しんみりした気持ちになるのだそうだ。夜の学校って、忍び込んだんですか その悪友たちと私が問うと猪俣さんは大きく首をかしげたそれもわからないらしいそこに至る前とその後の記憶が全くないんですよねただ これが中学時代の記憶だとするなら、大体九十年代初頭の頃の出来事になる。そしてただ一つ、明瞭に覚えていることがある。俺が不意に時計を見てみると、深夜の二時を指していたんです。でもって、 みんなそろそろ頃合いだろうって言ったんですよね、俺。それから、えー、っと、全員帰っちゃったんじゃないかな。頃合いって何の頃合いですかさあ、それもなんとも。 正直言って、こんなつかみどころのない取材は、私自身初めてだった。というか、階段の取材が本題だったのに、一向にそれっぽい話題にならない。失礼ですが、その記憶自体が夢だったということはないのですかああ。 俺もそう考えてた時期がありましてね。こんな輪郭のぼやけた記憶、もう夢だ、夢で決まり、みたいな。そしたらですよ、確かめる機会が巡ってきたんです。機会<械>その時、一緒に深夜の教室でだべってた友達と、 偶然、飲み屋で再会したんですわ。社会人となって、6年目の年末のことだったという。仕事仲間らとの楽しい楽しいはずの忘年会を終えたものの、猪俣さんはいまいちそのフィナーレに物足りなさを感じていた。 同僚や部下らが、その頃からすでに全員、今時の若者タイプで、飲み事よりも、趣味や資格取得のための勉強に、プライベートを費やす人間ばかりだったのだ。故に、飲み会はほとんど盛り上がらず、不完全燃焼のままの、万歳三章となった。これはつまらない。 二次会の話すら上がらない。根っからの飲みすけの彼は、絵画を開きとなった後、適当な飲み屋を見つけて、ふらりと立ち寄ってみたのである。そこで。んああ、お前、イーズか。あああ、稲又じゃねえか。 悪友との再会なのである。相変わらずだなぁ。あ、ちょっと太ったんじゃねえかへっ、ばーか、そりゃお互いだろうが。しばらくは、学生時代のしょうもない思い出話に花を咲かせていたのだが、猪俣さんの胸には、 あの記憶の中の友人の一人が飯塚なんだよなあ、というしこりのような思いがずっとわだかまっていた。それは態度に現れたと見え。どうしたんだ、また気分でも悪いのか飯塚氏から直接そう尋ねられたのだという。だから、聞いてみた。 実はさ、俺、夢か本当かわからない記憶があるんだけどさ。すべてを打ち明け、友人の反応を見てみた。今まで見たこともない、愕然とした表情の友人が、自分を凝視していた。 猪俣。そうか、思い出した。あの時の三人のうちの一人は、お前だった。はなんだっていや、なんでもない。俺もう帰るわ。<laughs> ちょっと酔っちゃった。 飯塚氏は、焦燥に駆られるような顔で、そそくさと席を立って感情を済ませた。そして、呆然としてそれを眺める猪又さんに、少しだけ視線を向け。あまり、あの日のことを考えるなよ。全部思い出したら、取り返しのつかないことになるぞ。 え俺は丸石から聞いた。触りのとこだけ。触りって。あと、動物園には絶対に行くな。飛べも丸石も、動物園に行った後に思い出したらしい。もう会わない方がいいな。 飯塚氏はそう言い残し、店を出て行った。語尾が震えていたという。井戸俣さんはその後、あの記憶に登場した残りの二人、戸部氏と丸石氏の現状について少し調べてみた。 すると、二人とも数年前に突然失踪していることが分かった。丸石氏に至っては、近しい人間に、学生時代の嫌な過去を、ふとしたことで思い出してしまって苦しんでいる。と、悩みを打ち明けた翌日に消えてしまったらしい。 果たして、それが本当に動物園に行った直後に起こったことかまではわからなかったそうだが、それから何回か中学時代の仲間の同窓会が行われたというが、飯塚氏はなぜか猪俣さんが出席するときに限って欠席を繰り返している。 多分、俺と会うと、例の霞がかった記憶をすべて思い出してしまうんじゃないかって怖いんでしょうよ、飯塚は。猪俣さんはそう考えており、仕方がないと諦めているそうだ。自らもとりあえず、 動物園には近寄らないように心がけているそうだが、弱い死中を前にして、わけのわからない寂しさのようなものが、年々募り続けており、俺もすべてを思い出して失踪したら、あの仲の良かった二人と同じ場所に行けるのかな、と、 妄想する時間がだんだん長くなってきているという。断捨離の駆読。これは昨年、階段記中ノートの中から。 年末の大掃除シーズンにうってつけの話だと思ってチョイス、執筆し、階段提供者の方に掲載許可を求めていたものだが、こちらと向こうのやりとりに多少の祖語があり、残念なことに発表が遅れてしまった一話である。28話、T 字とリンクする部分もあって、 個人的にとても興味深いので、同じくらいのタイミングで投稿しようと考えていたのだが、果たされなかった。そこのところをあらかじめご了承いただいた上でお読みください。断捨離という言葉がポピュラーになる数年前の話。 例年より寒い冬のある日、そこかしこに立ち並んでいたクリスマスツリーが街から姿を消した頃の出来事だったという。大学の冬休みで帰郷していた須藤さんは、実家生活の大半を毎日ぬくぬく小つの中でエンジョイしていた。自分と小つは、 ヤドカリと貝殻のような関係だった。と、当時を振り返って彼女は笑う。そしたらね、お母さんから怒られたんです。毎日毎日、本当にこの子は、ごぼどうの雷がついに落ちてしまったのである。 ぐうたらしてる暇があるなら、倉庫の中の掃除でもしなさい。いらないものは捨てる。古いものばっかり溜め込んでると幸せが逃げちゃうわよ。倉庫は家の外にある。ゲーっと漏らした須藤さんに、ゲーじゃない、とお母さんは畳みかけたらしい。 一も二もなく、大掃除となった。女性らしからぬ物持ちの良さを誇る須藤さんは、学生時代の教科書やノートは愚か、当時もらったプリントの一部まで、懐かしいから捨てられない、と直し込んでいたのである。そのため、実質の押し入れは、 なんだかわからないもののまくつと化しており、そこに入りきらなかったものは全部、屋外の小屋型倉庫の中に押し込んでいた。なるほど。片付けを要求される理由もわかる。ああ、めんどくさ。と、上着を4枚も着込んで重装備した彼女は、 その上で体を震わせながら家の裏にある倉庫の鍵を開けた。密封されていた空間独特の空気が冬の冷気とともに鼻をくすぐり思わずくしゃみが出てしまう。さっぷ。こりゃ早く片付けないと投資だわ、投資。 自分の持ち物は倉庫内の左片隅にまとめて置いてあるはずだ。早速作業を開始する。これはいる。これはいらない。これは、うーん、捨てちゃおう。あ、これは捨てるなんて考えられないな。 寒さが背中を押してくれる形となって、割合作業ははかどっていたという。ちゃっちゃと済ませて、早くこたつの中に帰りたかったのだ。溜め込んでいたものの三分の一をいらないと判断し、あら、私ってこんなにゴミ溜め込んでたんだ、と我ながら恥ずかしくなった時だった。 んなんだこれ心当たりが全くない、クリーム色の紙箱を見つける。元は貸箱か何かだったのだろうか。そのくらいの大きさだ。何を入れたんだっけストさんは迷いもなく、 カパッと箱の蓋を開けた。思考がストップした。コックリさんの紙が入っていた。紙の真ん中、鳥居の上には十円玉も乗っている。 それが、まるで、鋳造したてのもののように、光り輝くブロンド色。あ、この筆跡、私のじゃん、と気づく。コックリさんの紙なんて、生まれて一度も書いたことなどないのに。すると、カタカタカタ。 十円玉が震え出した。続いて箱自体もカタ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 震え出した。石水に氷水を流されたかのようなおかんが走った。笛のような絶叫が出た。いきなり視界が暗転した。 気づけば、目の前にお母さんがいたという。ストさんはガタガタ震えながら、あのコックリさんの髪が入った箱を両手で持って、それをお母さんに差し出したポーズで固まっている自分自身にびっくりしたらしい。記憶が飛んでいたのだ。ん何これ 捨てるのお母さんは箱を受け取り何気なく蓋を開けた直後顔をしかめてとがめるような視線で須藤さんを射る「あんたこんなもの倉庫の中に入れてたの?」お母さんは 箱の中をストウさんに見せた。コックリさんの髪も、十円玉も、そこにはなかった。空だった。しかし、箱の中は一面、小豆色の段だ々だ模様に、 染め上げられていた。ビーフジャーキーのような何かがこびりついている箇所もあった。箱の内部からはリンパ液のような不快な匂いが放たれており、ストーさんは激しいオート感と立ちくらみを覚えた。 無論、箱は真っ先に処分した。すると翌年、今まで悩まされていた花粉症が嘘のように治ってしまった。豆にお片付けすれば幸運すら舞い込むってあると思いますよ。 とりあえず、なんだかわからない不吉なものは、どんどん捨てなきゃ。以来、ストさんは、整理整頓の鬼となり、自宅のお部屋も、大学の良質の中も、それはそれは、綺麗なものであったという。 加藤様。はい、もしもし。こちら、〇〇マート〇〇支店でございます。<laughs> ああ、加藤様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております。<laughs> <laughs> 恐縮ではございますが、ただいまこちらには山本博忠様はご不在です。どうかおかけ直しのほどお願いいたします。<laughs> 繰り返させていただきます。山本博忠様はこちらとは違う場所においてです。どうかおかけ直しのほどを。<laughs> はぁ、あ。柴本さんが昔、北海道に住んでいたとき、彼の勤めるコンビニには、2週間に1回ほどの割合で、このような奇妙な電話がかかってきたという。必ず非通知なので、 向こうの電話番号はわからない。男の人の声ではあったが、理性をなくした獣のようなうなり声ばかりだったため、年齢、その他は受話器越しには全く想像しようがなかった。そして、この加藤様からの電話には、必ず、 蒸気のような受け答えをしなければならない。そして、かかってきたらすぐ、店長に連絡を入れなければならない。店長、あの、さっき、加藤様したっすけど。えこの間の電話からまだ丸日じゃないか。わかった、ありがとう。 いつも携帯している手帳に、電話があった日と、その時間等を細かくメモしていた。それでもって、決まったように、こう質問してくる。対応は間違わなかっただろうね。は、はい、それはもちろん。くれぐれもお願いするよ。くれぐれも、だよ。 もし一言でも間違ったらとんでもないことになるんだからね。頼むよ。わかったいつも口を酸っぱくしてそう念を押してきたという。しくったらどうなるんすかと聞いても、知らない方がいいの一点張り。 柴本さんはそれが苦痛になって、結局そこには一年ほど勤めて辞めてしまった。もし対応を間違えたらどうなっちゃったんでしょうね。辞めるとき無理って聞いとけよかったな。他店舗より時給の方は かなり良かったそうである。シーアネモネ・インザ・パーク。女性銀行員、大塩さんが、 小学校低学年の頃の話だという。彼女は昔、福岡県の海沿いにある小さな町に住んでいたそうだが、その家の近所の公園に、おかしな生き物が住み着いていた。子供用砂場の近く。 植え込みを少しかき分けたところに、それはいつもいた。巨大な、イソギンチャクである。初めて見つけたのは、おそらく、保育園くらいの頃だったろうという。気持ち悪いなとは思っていたが、あまりに普通にそこにいるし。 世間常識などがまだ身についていない子供の頃からずっと見ていたので、これはこういうものなのだ、的に日常の一部として認識していた。色は黒みがかった緑色。ところどころに黄色い星のような模様が浮かぶ。 いつも小さく揺れている無数の触手は全く透明で、向こうの景色が透けるのが綺麗だった。大きさは大きめのバケツくらいだったというから結構な大物だ。海に住んでいる小さなイソギンチャクと比べたらまさにお化け。 お化けなのかもしれない、とも思ってはいた。幼稚園の年長さんの頃、テレビで海の生き物の特集があって、イソギンチャクが映った時、あ、これ公園にもいるよ、と言って、 家族の大爆笑をもらったことから、あの生き物はちょっと不自然なものなんじゃないかとはうすうす感じ始めていた。だが、その頃にはもはや公園のンチャ着は日常である。そこにいるはずがないからおかしいと言われても、いるものはいるのだから仕方がない。 特に仲のいい友達を呼んで公園に行き、いそぎんちゃくを見せてやったことがあった。これ、ここにいるのおかしいんだって。きょうこちゃんどう思うしかし、その友達にはいそぎんちゃくが見えないらしかった。どれ 何がいるの何がおかしいのと、当惑した声で尋ねられて、逆に困った。それは、そういうものなのだ。と、懸命に処理し、あまり気にしないことにした。そんなある日、ミーコがいなくなった。 大塩さんのお家で飼っていて、彼女が特に可愛がっていた白猫である。もう三日も家に帰ってこない。こんなことは初めてだ。餌は食べているのだろうか他の猫にいじめられてはいないだろうか大塩さんは 毎日まぶたを泣き晴らして心配していたが、ふとそんな中、奇妙な想像が胸の奥に生まれた。あの巨大なイソギンチャクに食べられてしまったんじゃないか。公園の近くは、ミイコのお気に入りの散歩コースだった。 イソギンチャクはとても大きな餌でも丸飲みするという。バケツくらいのサイズならばミーコを食べてしまったとしてもおかしくない。そうだ、そうに違いない。あいつがミーコを殺したんだ。大塩さんの悲しみは容易に燃えるような怒りに変わった。 翌日の日曜、朝早くに公園に行き、急ぎんちゃくと退治した。敵はいつものように、大然と触手をわらわらうごめかせている。よくもみーこ、お前なんかこうしてやる決めつけの恨みだとは、 子供ながらに心のどこかでわかっていたらしいが、もう彼女にはそうするしかなかった。公園の近くに自生していた毒ダミの葉を大量に摘んできて、それをイソギンチャクの口の中に押し込んだのである。当時の大塩さんは、その特有の匂いや、 毒ダミという名前から、毒ダミは毒のある草なのだという認識を持っていた。つまり、ミイコの仇のイソギンチャクを毒殺しようとしたのである。実際、毒草どころか、毒ダミは古くから知られていた薬草なのであるが、 あ、聞いてるそれでも、公園のイソギンチャクには効果があったらしい。今までずっとまっすぐに大地に立っていたイソギンチャクの支柱の部分がゆらゆらと揺れ始めた。それと同時に、触手の色にベニが差し始めた。 もう少しだ、と、大塩さん。残りの毒ダミをさらに力強く押し込み、近くにあった小石や砂場の砂なども混ぜこぜにして食わせ倒した。最後には、磯銀着はぐったりとなっていたという。ふん、バあ 元気をなくした相手を蹴り飛ばし、大塩さんは家に帰った。悲しみは消えず、その夜もミーコを思ってシクシクと泣いた。だが、その翌日の夕方のことだった。ミー。 ミーコなんと、ミーコが帰ってきたのである。憔悴してはいたが、命に別条もなく、目立った傷もないミーコは、餌をモリモリと食べた後、幸せそうな顔で眠りについてしまった。ミーコが帰ってきたのは嬉しかったが、 それならそれで、大塩さんには大きな罪悪感がのしかかってきた。いそぎんは濡れぎぬだったんだ。それなのに私はひどいことをしてしまった。きっともう死んでいる。私はなんて恐ろしいことを。いても立ってもおられず、 公園へと走った。まだ生きていたら、もし生きていたら、それだけを考えて植え込みをかき分けた。イソギンチャクは、もう、いなかった。ただ、楕円形の大きな石が一つ。 ゴろんと転がっていた。石がイソギンチャクの正体だったのか、イソギンチャクが石になってしまったのか、そこのところは全くわからない。だが、少なくとも彼女が地元を離れる前まで、 普段の丸石はずっとそこにあったという。あの石、他人に見せたらどうだったんでしょうかね。誰にでも見えたんでしょうか。それとも、磯銀ん着の時と一緒で、私にしか見えなかったんでしょうか。 試しそびれちゃった。と、大塩さんは無邪気に笑った。加藤様、その後。 おとといの昼過ぎのことである。仕事が一段落し、久しぶりに昼休みが取れて、ほっと一息ついていた私のもとに、スマホのコール音が響いた。電話だ。誰からだと見てみれば、なんと、35話。 加藤様の話を提供してくれた柴本さんだ。え、なんだろう。もしや、投稿した階段に不守備でもあったのか。ああ、松岡さん。よかった、出てくれた。もしもしとも言わず、なんだかひどく思い詰めた様子の柴本さんの声。 どうしたのだと聞いてみると、実は昨日、俺が北海道で勤めていた例のコンビニの店長から電話がかかってきたんですよ、とのこと。え、まさか。そのまさかなんです。こっちもまさかって感じでしたが。ええ、それで、なんと。はい。 それがですね、取ろうかどうか、柴本さんもしばらく考えたのだそうだ。先日、お昼一時過ぎ頃、突然かかってきた電話。スマホに表示された相手の名前は、店長。もう会うこともないだろうと思って、 松岡誠という怪しい怪談作家にあのコンビニの話を提供し、それが投稿サイトにアップされてからすぐの音信。何か言われるなと思った。加藤様のことを多言した件を咎められるのか。コールは意外と長く続いた。 意を決して出てみた。もしもーし。やあ、芝本くん。意外とライトな店長の第一声。どうしましたかお久しぶりですね。と出方を伺うような柴本さんに。店長は、ほんと久しぶりだね。元気だった などと、ひとしきり挨拶代わりのような話題を振った後。君、加藤様の話、ネットに流したっしょズバリ言われた。ドキリとした。いえ、あれはアマチュアの怪談作家さんが、俺の話を聞いて書いたもので、 詳しい経緯を説明すると、店長は、はあはあ、なるほどなるほど。割合フランクな合図地で柴本さんの言い分を聞いていたという。実はね、僕、まだあの店で店長やってたんだよ。それで今朝、うちで雇ってる若いバイトの子が、店長、アルファポリスって小説のサイトで、 ここの店の話が出てますよっていうもんだからさ、読んでみてびっくり。バイトくんが、この階段の作家、長崎の人みたいですっていうもんで、あれ、長崎出身って言ったら、これ、島本くんじゃんって思い当たったの。アルファなんとかってのがどういうサイトかよく理解できなかったこともあって、 てっきり、柴本君自身が書いたもんだとばかり思ってたんだな。確かに、加藤様を投稿したとき、観覧数の伸びは週末であったことも見方して、そこそこ良かった。だが、皮肉なことに。それが故か、階段の舞台となった北海道のコンビニの店員さんにまで、 読まれてしまったわけである。松岡誠はメジャーさんじゃないから、加藤様の話を書いてもらったところで別にいっか、と考えていた柴本さん。自分の軽率さを食いたという。あ、誤解しないで。怒ったりなんかしないよ。確認したかっただけ。 もうこっちも最後だから、元店員である君とこうして話しておくのも思い出になるかなと思って。ん最後思い出うちの店閉めるんだよ。今月いっぱい。え、閉めるんですか 柴本さんの声は思わず大きくなる。俺も12年勤めたよ。店長の声は本当に感慨深げだ。こっちを辞める前に加藤様の電話についていろいろ店長に聞けばよかった。とかなんとか書いてあったからね。そうか、そうだったのか。 それも一理あるなと思ったんだ。あの電話を恐れるあまり、店員にある種の秘密主義を強いていたからね。店長が打ち明けることによると、一字一句間違えないように対応せよ、と教えてはいたが、実際のところ、 加藤様の電話に対して言うべきことというのは、1、電話相手が加藤だと確認すること。2、山本博多だという人はいないと断言すること。3、掛け直しを進言すること。 この三つで十分だったのだそうだ。だが、気の緩みは応対の緩みにつながりかねない。あえて几帳面な敬語を使い、絶対に間違えないようにと念を押すことで、定員に緊張感を与えていたのだという。そうだったんですか。 そうだったんだよ。<laughs> では、もし、言うべきことを言わなかったら、どうなるんです柴本さんの問いに、そのことなんだけど、と、店長は、声を改める。 年末シーズンに入るちょっと前だったかね。ある店員が加藤様の電話の応対にとちった。え。怖がりの子でさ、受話器の向こうの獣みたいな声を聞いた瞬間、太陽の台詞が頭の中から吹っ飛んじまったそうだ。 そ、それで、どうなったんですだから、店を閉めることになったんじゃないか。その言葉を聞いた瞬間、血の気が引いたという。どういうことですと聞くが。 そういうことさ。鼻で笑うように店長は答えた。秘密主義。その子もその後バイク事故を起こして、かわいそうに二度と歩けないそうだよ。 ああ、うちの店は関係ないよ。加藤様の電話もね。多分、ね。その後、何でもない思い出話を一つ二つ続けて、店長は電話を切った。 ちょうど、柴本さんの仕事の休み時間が終わる時間帯だったのだが、通話を終えると同時に、のしかかるような疲労感が湧いてきて、あまりの気分の悪さに、早退を申し出た。仕事場でも、インフルエンザが流行していたので、先輩からは怒られるどころか、心配までしてもらったという。 家に帰ると立っていられないほど体が重かったので、すぐに布団の中に潜り込んだ。そのまま泥のように眠り、はっと気づくと翌日の早朝だった。窓からうっすら差し込む陽光を眺めながら、芝本さんは、 改めて思った。あのコンビニ、本当にやめてよかった、と。大将の 三年ほど前の話。当時まだ高校生だった清水くんが学校からの帰り道。家の近くの空き地を通り過ぎようとして、その敷地の中に妙なものが存在しているのに気づいた。トーテムポールだったという。しかも、二本。 見上げるほど高く、三メートルにも達するかという立派なものが一本と、子供の背丈くらいしかなくて、これもトーテムポールなんですかミニチュアじゃないんですかと言いたくなるほど低いものが一本。昨日までは、いや今朝までは確かにこんなものなかったのに。どういうつもりでこんなものを。 首をひねりながらも家に帰ってご飯を食べ、寝っ転がりながら漫画を読んでいるうちにすっかり忘れてしまった。そのうち、ただいまーと玄関からいつもの声が聞こえてきた。中学生の弟である。野球部に所属している弟は部活の関係で 清水くんより一時間ほど遅く帰ってくる。汗まみれ、ドラまみれの練習の末なので、いつも帰宅後は風呂場へ直行するはずの弟なのだが。おい兄ちゃん、ちょっといいか。なぜか今日は、まっすぐ清水くんの部屋を訪ねてきたのである。 話したいことがあるんだけど、いいかな。どうしたんだよ。お前、汗臭いぞ。風呂に入ってからにしろよ。いや、すぐに済むよ。あのさ、うちの近くの空き地、あ、見たか兄ちゃんも見たのかああ、そりゃ見たさと答える。 トーテムポールだろ。清水くんには、弟がなんでそんなにそわそわしているのかがわからない。え、兄ちゃん何言ってんのトーテムはいや、だからトーテムポール。でっかいのとちびっこいのと2本。うん、うん。確かに2本あって、 でっかいのとちびっこいのだけど、それがどうしたってのいや、だから、トーテムポールじゃねえっつうの。じゃあなんだよ。むっとしながら清水くんは弟を睨んだ。弟は、罰が悪そうにうつむいた後、もごもごしたような口調でもって、キューピー。 えキューピー人形じゃなかったのかよ5分ほど前のことであるいつになくハードだった練習でくたくたに疲れ果ててキロを歩いていた弟くんは例の空き地の近くを通りかかった際何かがそこにき立しているのを発見した なんだろう、二つあるなと思って行視する。とっぷりと日も暮れていたので、かなり近くに寄らないと、それは確認できなかった。嘘、と思った。大きな、キューピー人形だった。人間の大人より、はるかに巨大な、 お化けみたいなものが一体と、自分よりもはるかに小柄な小学校低学年くらいの背丈のものが一体。子供ほどもあるキューピーですらインパクト絶大なのに、このデタラメにでかい人形ときたらなんだ誰が何のためにこんなものを置いているんだ弟くんは完全に あっけに取られてしまった。と。どこかから、まるで宇宙人の話し声のような、反読不能な音声が聞こえてきた。それと同時に、二体のキューピー人形がススス と角度を変えて、こっちに向き直った。弟君は大小のキューピー人形と睨み合うような形になったという。その時初めて、やばいと思った。人形の目が、光っている。でっかい方の光り方など、 もう自動車のライトのようだ。慌てて下を向いて、早足にそこを立ち去った。完璧に向こうには気づかれているだろうが、それでも、僕は何も見てませんよ、関係ないですよという様を強調した風情で。無事に家に帰ってこれて、ほっとした直後に、さらに怖くなって、 兄ちゃんは何か見なかっただろうかと思い、部屋を訪ねてみたのだと。兄ちゃん、確かめに行ってみないか。今から。思い詰めたような表情の弟からそう提案されたときは、さすがに鳥肌が立ったという。だが、 ここで引っ込んでいては、兄貴としてのメンツが立たない。よし、そのお化けキューピーを退治してやろうじゃねえか。と、わけのわからない短歌を切りながら、二人で夜道へ繰り出し、空き地へと向かうことにした。兄ちゃん、あれまだいるかなやっぱ、お化けかな バカ、何のお化けだよトーテムポールかキューピーかたたりとか、ねえかなやめろよ、シャレになんね。なんで見え方違うんだろう時間の関係かな霊感のせいかなバカ、ぐだぐだうるせえんだよ。そんなんだからレギュラーになれねえんだぞ。 道中は二人とも完全に腰が引けていたという。結果としてその後、二人はトーテムポールもキューピー人形も見なかった。月光に照らされた空き地はいつもの何もない空き地のままだった。 だが、何かが立っていた二箇所の地面だけはまるで草が焼け焦げたような狐色に剥げ上がっておりくすぶった匂いが翌朝まで漂っていたという シャミゾーン。あれもしかしてここは、こういう道なのかついこの間の話だという。仕事の都合で新しい町に転居した池谷さんは、その新しい通勤路を一ヶ月ばかり車で通るうちに、 奇妙なことに気づいてしまった。職場と自宅とのちょうど間に位置するスーパーの近く。そこにはバス停もあるので、田舎ながらも結構人通りの多い道なのではあるが。あ、やっぱりあの人もした。ハクション。と、 車のウィンドウ越しに声まで聞こえそうなほどに。なぜか、そこを歩く人々は、全員くしゃみをしているのだ。少なくとも、その道を池谷さんが車で通りかかって外を見た場合、老若男女を問わず、必ず誰かがくしゃみをしている現場に遭遇するのである。 くしゃみをしなかった人はいるか、と考える。いないかもしれない。ほぼ100%じゃなかろうか。は <laughs> まさかな。あまりにバカバカしい発想に、本人も苦笑いした。そんなわけあるかい と、自分自身に突っ込んだという。しかし。あ、あの人もくしゃみした。今日もだ。え、今回もかよ。それから一週間、気をつけて観察してみたところ。なんと、 その通りを通過する際に人と出くわした場合、本当に100%の確率でみんなくしゃみをしていることが判明したのだ。おかしい、気持ち悪いという以前に、なぜかという好奇心の方が刺激された。もしかして、あの道には 人にくしゃみをさせる何かがあるのかも。何かって、なんだそんなわけで、休日である。池谷さんは、近くの公民館の駐車場に車を止めさせてもらい、普段のスーパー付近の通りまで歩いてきてみた。さあ、今から、 くしゃみゾーンを通過する。自分も見事くしゃみをしてしまうのか。息を殺して一歩一歩歩いた。妙にドキドキしていた。子供の頃に戻ってバカな遊びをやっている気分だ。あと少しでスーパーに着く。 あと少し、あと少し。くしゃみは出なかった。なーんだ、と心底がっかりしている自分に気づき、妙におかしくなって一人笑ってしまった。女房子供もいる男が何を休日にバカやってんだか。 スーパーによって飲み物を買い、そのまま散歩がてら周囲をブラブラして、車で家に帰った。当然ながら、くしゃみは一回も出なかった。翌日、昼休みに弁当を使っていると、同僚の一人から、あのー、と、 はぎれの悪い声をかけられた。どうしたんです白米をもぐもぐやりながら答えると。もしかして、昨日、まるスーパーの近くをお昼前くらいに歩いてませんでした苦笑いのような顔で尋ねられる。ええ、歩いてましたよ。と、涼しい顔で言った。 同僚の苦笑いが消えた。あの、池谷さん。ここだけの話ですよ。私の見間違いに違いないんだけど、ですね。もし何かあったら大変だから。バカなことかもしれないけど、正気を疑われるかもしれないけど、そこんとこわかってて言うんですけどね。 昨日、車で例のスーパーの近くを通りかかったら、三人の池谷さんが一メートル間隔くらいで歩道に並んでいて、全員同じタイミングの動きで、ものすごいくしゃみをしてたんですよ。何回も、何回も。膝をついて、 うずくまるような姿勢で、ね。同僚の目撃談を聞いたのが、何らかのケーキのようだった。池谷さんがくしゃみをする人をその通りで見かけることは、ぱったりとなくなってしまった。ある意味で、 安心していると彼は笑うが、同時に、5月に行われる次回の社内健康診断が、なんだか、すごく心配だという。小人だっけ、その2。 見た目は普通の女性と何ら変わらない津川さんは、実はいわゆる見える人の一人。そういう修行も色々と積んできたらしいが、払うことにかけては全く才能を開花できず、もっぱら、感じる、見ることに特化した霊能力者だったという。 一時期はそれで食べてきたこともあったが、現在は他人から頼られて能力を発揮することを自分自身に戒めている。どうやら過去に何かがあったらしいのだが、それについて話すこと自体、かたくなに拒まれ続けている。松岡さん、もしも何かに疲れたって、 私、私は何もしてあげられませんからね。あまり変な話とか、体験者とかに首を突っ込まない方がいいですよ。津川さんは会うたびに口を酸っぱくして忠告されるが、私は、はいはい、じゃあ最近体験した怖い話を教えてくださいな、と答えるだけである。 そんな彼女に、今まで見てきた中で、一番怖かったものは何ですかと尋ねてみたことがある。津川さんは、間髪入れず、即答なさった。小人だっけ。七八年前の話だという。 以前、熊本に住んでらした津川さんが街を歩いていると、前を歩く男性の姿に思わず目を奪われてしまった。男として気になったという意味ではない。健康的でない太り方をした、くしゃくしゃ髪の中年男性。 背負ったリュックから突き出しているのは何かのポスターかもしれない。手には格闘家のようなグローブをはめており、唇の色がほとんど紫である。オタクの人かなと思った。が、問題は他にあるのだ。 彼の首筋からリュックの一部にかけて何かがびっしり生えている無数の小さな裸の人間のようなキノコのような何か黄土色をしていてわらわらとうごめいていてひたすら不快なあちらの世界のもの あ、あれは、小人だけだ。過去、それに似たものを見た記憶はない。むしろ、該当する存在に全く心当たりがないので、不安に駆られたくらいだ。しかし、瞬時に、小人だけというネーミングは浮かんできた。 同時に、あれはとても危険なものだ、という認識も生まれた。能力者として、こういう直感は何より大切だということは、彼女が重々承知することだった。ママ、あれ気持ち悪いよ。隣を歩いていた娘も言った。 津川さんは、大丈夫、大丈夫よ。あの男の人と目を合わせちゃいけませんよと小声で語りかけ、無視の姿勢を貫くことに決めた。例の男とすれ違った。小人だけの声だろうか。わちゃわちゃと気味の悪い音が聞こえた。 娘が、ママと呟いてきたが、し、と、今めた。しばらく歩いて、ただならぬ気配も消えたので、ほっと一息が出た。今まで、ああいうものを見たときは、その概略的なイメージが頭の中に走ってきたのに、さっきの小人だけだけは、 全くそれがなかった。正体不明なのだ。初めてだわ、ああいうの。この子も怖かったでしょうに。そう思いながら横を見た。誰もいない。その時、はっと気づいた。 鳥肌がさーっと立ってきた。さっき話しかけてきた子供は誰娘だと思って何の疑問も抱かなかったけど、そもそも私、娘なんかいない。自分が体験したことが全く自分自身に説明できず、 アゼンとなってしまった。雑踏の中で彼女は長く立ち尽くしていたという。何でしょうかね、その話。わかりません。そういうわけのわからないものの正体を暴いて、 見えてしまった方の恐怖を和らげてあげるのも、私どもの仕事のはずだったのに。はあ、とため息をつきながら、津川さんはファミレスのコーヒーをすすった。少し、カップを持つ手が震えているようにも見える。もしかして、 霊能者活動をやめられたのは、その一件が発端ですか寄せばいいのに、気になってしまった私は、尋ねてみた。ノーコメントです。とだけ、津川さんは答えた。彼女は今結婚し、某ディスカウントストアのレジ係として、 昼夜、働いている。